はじめまして。はじめましてじゃないわ。嘘つくね。もう待って待って、緊張する。え、待って、いいですか。はいはい、ということで、はい、影だよ、ひろきだよ、影ひろきだよ。あ、一応いいですか、挨拶していただいても、はい、どうも、KQパラダイモンチヨです。あ、ちょっと待って、俺はあれ、それやりたい。え、どれどれ。あ、せーの、加藤だよ、ちひろだよ、加藤ちひろだよ。オッケー、こーできた。待って、あの、僕タイプなんです。ということで、今回は KQパラダイモンの加藤ちひろくんのお家に来てるんですが、今回の企画あんま聞いてないからね、俺だってお泊まりしたいと思います。泊まるの今日。え、泊まります。いや、もう荷物パンパンだもん。泊まるの今日。いやいや、今日泊まるの、何にもしないから。ほんと、はい、ただ、はい、ただちひろくんの家に泊まるという企画です。大好き、言葉にできなくて、それでも届けたい、My love forever。 さあ、始まりました、恋する影井ホームステイ2019冬下心編。ということでですね、ということでですね、違う、ということでですね、恋する影井ホームステイでしょ。いやいや、違う、おなじみのじゃない、おなじみの。今日の企画は、ちひろくんのお家にお泊まりするっていうピュア的な動画にしようと思って、うん、え、だから恋する影井ホームステイ始まりました、うんうん、始めないでください。でもただやるだけだと結局自分のエゴじゃん。イケメンとお泊まりしましたって誰が見んの、そんな。再生回数が上がるための何かあるの、持ってきました、ミッション。ミッション聞いたことある。3つです。加藤ちひろくんは BL で動画結構出してるから、今回はそんなに難しくないというか攻められると思うんですよ。ほう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 。1つ目、これ簡単です。頭なでなで。頭なでなで。僕が2人で会ったことない中でなでなでする。それも雰囲気。あ、何かついてるよみたいな。あー、大丈夫、ちょっと待って、ごめん、取れない。なるほど、取れた、でもいいよ、こっから、こんな、なる、これでもいい。なるほどね、なるほど、できる、できる、全然簡単、余裕。いいですか、お部屋入っても。あ、はい、待って、かっこいいな。お邪魔します。え、ま、めっちゃ、え、めっちゃ広い。え、全然やばい。え、同棲しよう。え、絶対やだ。違う、え、そういうことだよ、絶対やだ。なんか、男子の部屋って感じ、こういうのも気になるんだけど。え、ちょっと紹介して。何、え、かわいい。ポムちゃん、ポムちゃん、あ、餌食べてるの。ちょっと、今ダメみたいですね。え、ダメみたい。なんで。お母さんだよ。ポムちゃん、お母さん来たよ。お母さんだよ。お腹痛めたんだよ。出ておいで。え、かわいい。あー、え、こういうさ、動物と戯れるイケメンってさ、え、マジで、え、ちひろしか勝たん。お母さんだよー言うて、ほら、ほら、お母さん整形したよー言うて。嫌われてんじゃないの。ほら、ダウンタイムどう言うて。あ、どうって。どこ整形したんだっけ。目。え、本当に。え、ねえ、え、気づかなかったの。待って、整形してるよ。え、4日前にずっと。あれだよね、動画1万いいねいったんですよね。そう、そう、そういじったの。 いいじゃん。え、いいの。いい。え、2人の方がいいんじゃない。ほんとね。やばい、だいぶ無理。もう、え、うれしい。え、うれしい。何しよっか、2人の空間何しよっか言うて。お腹減ってるじゃん。そう、お腹減ってる。もうペコ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 。じゃあ、うん、あ、鍋しようじゃん。鍋よくない。夢、え、夢。体を温かくして、で、それでやっぱ二人でぬくもり合いたいよね。うんうんうん。どうした。ほこり、ほこりついてる。ほこりついてる、ありがとう。ほんまにそんなついてた。ほこりついてる。すごいね。ほこりついてる。いい匂いです。多分鍋はあるけど食材がないから買い出しに行かない。買い出し行こっか。ほんとやばい、テラサウルスじゃん。もうどうした、死んだ、死んだ。何、大丈夫。精力剤とかも全然。精力剤はいいか。いらない。うん、それは大丈夫。いらない、勃起をいらない。勃起をいらない。勃起をいらない。じゃあ行こうよ。もう行こうね。あ、あ、来ちゃった。ごめんね、来ちゃった。行こっか。はい、こういうの続くよ、ずっとこの撮影。マジでやだ。ね、もうほぼ具材いっぱいあって、うん、その飲み物だけ。そう、じゃあ、はーい。えい。本当に言ってる？おい、え、何が？ちひろくんはまだ二十歳じゃないから申し訳ないけど、まあ僕は全然あれだから、まあ、全然。
そんな行く？はい、どんどん。はい、よいしょー。アメ横のやつだもん。お、面白い。ちょっと面白い。うるせえ、取るんだそれ。怖いんだけど、マジで。気持ち悪いよ。ちょっともう危ないな。もう切り方が違うんだね。はい、だから、ちょっとだからね、こうね、こうやって、猫の手、そうそう、で、そう、上から近い、そうだよ、そう。今殺せるからね、俺、包丁からね。マジで。え、すごい。めっちゃいい感じじゃない？え、美味しそう。ね。いい感じ。え、ちょっと、いいね、いいよ。ナイスですね。ナイスですね。さあさあとか言って仕切っちゃった。ごめん。グループ YouTuber さん。いや、嬉しい。食べましょうか。行くか。いただきます。いただきます。やばい、影の動画史上類を見ないこのほっこり影。こんなにほっこりとした映像撮ったことないから今まで。にくいでよ。お兄ちゃん作って。ああ影はこれだよ。影はこれだよ。生肉なの、うん、生肉なの、ね、お兄ちゃんこれじゃ食べれないじゃん。ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ。吐いて吐いて早く吐いて早く。豚ってダメだよ、確か。豚ってダメだ。そうだ、何もかなんで僕こういうことやってるんだ。なんだろうね、なんでだろう。お酒買ったんでしょ、まあ、そう、同い年なんだけど、そうそうそう、僕はまだ二十歳になったから、ごめんなさい、お酒が飲めるってことで。はい、はい、乾杯。乾杯でーす。お酒飲めるようになりたいなってめっちゃ思う。ちょっと乾杯。勢いが違う。乾杯の一口目の勢いがおかしい。カトチの喉を出てうーわってねーだ。サンバーズンバーリオデタリオ。喉全然うーわってねー。ダメだよ、その無理しなくていいんだよ。それって無理して辛いんでしょ、だって今。辛い。やめな、無理するのは。もうちょっとなんか自然体で動画撮りたい。そうだよ。うん、おいしい。うん。え、恋愛系の話とかしてもいい？いいよ。今まで彼女はできたことはあるよね。あるある、もちろん。え、何人？ガチで彼女、今まで何人？は、4人。これもずっと前から。なんかリアル、遊んでもないけど、モテてないわけでもなく、超幸せな普通。え、4人。え、一番長く続いて何ヶ月？1年半ぐらい。中3から高2まで。でもそれが最後だから、一番その人が好きだった。本当にない、それ以上。やった？そのことはやってないの。俺1年半付き合って1回もできなかったの、怖くて。かわいい。待って、自分の性欲のためだけになんか相手が痛がるのが申し訳ないなって、その時すごい思った。お互い初だったから。優しい。優しいね。上がってる今、好感度上がってる。いやだって今までなんか彼女とかぶん殴りそうなのと思ってたから。殴った後にごめんね、ごめんね、好きなんだよ、ごめんね。でもそう、それされたらどう思う、殴られて。僕は多分そういう人好きだと思う。はたから見たら、いや、もうマジでクズさん、別れなって思うの。でも、自分がそうされたら、この人を切ってしまったら、次、自分のことを好いてくれる人はいないって思っちゃう。殴られても、自分のこと好きなんだったら、しょうがないって思っちゃう。なるほどね。めっちゃ恋愛失敗するタイプのやつじゃん。いや、愛に飢えてんのよ、ほんとで。え、ちょっとさ、ピー入れるからな、絶対。うん、爆弾ありますか？爆弾？有名な、モデルの、あの子。言っちゃいました。正直有名かなって思うのは、うん、ひーなー。え、でも付き合ってもないでしょ。ちょっと、かわいい。あとはあれだわ。え、誰？はははそれはわかるでしょ、知ってる。やったんだ。やったね。え、一番有名。やってないけど、チューした人あり。チュー、え、チューしたの？ベロ？うん。ベロチューしたの？え、有名な人？うん。誰？ダメダメ、ダメです。ちょっと、聞いて、ね、これダメだこれは本当にちゃんと言うてよ、ピーは。これは、いやもう、え、絶対ピーするけど、もしこれバレたら、もう週刊誌とかで
大変なことになりますね、これ。俺はね、バレるとやばい。本人だ。いや、まあそうだね。本人だ。本当のお金なくなったら、ちょっとこれ売るわ。その情報売るわ。10万ぐらいになるんじゃない？いや、もっといくでしょ、これ多分。あの事件の手前か後だったら、何百万っていう情報だと思うから。確かに確かに。え、でもやれそうだったんだったら。やろうと思ったらやれた？やろうと思ったらやれた。気持ち悪い、もう寝な、もう寝るじゃん、もう寝る、あれ取ろ。右曲がります。あ、左曲がります。もう大丈夫、もう取れなきゃ大丈夫。取れなきゃ大丈夫。